コンピューターが理解できる地図データベースがある。公共交通機関というところは、今人が確保するのが難しいというふうに言われています。まあ、これからも皆さんが住みよい街にしていくためには、こういった新しい技術を使って街を変えていく必要があると思っていまして、まあ、今回我々この実験をさせていただいてですね、ドライバーさん乗ってる形で進めましたけれども、地域の方々の理解を得ながら、より高度な自動運転システムを走らせられるような街づくりにつなげていきたいなというふうに考えています。